コークスキは、大韓民国の官僚。2018年12月より、同国の経済副首相兼企画財政部長官。2021年4月17日より約1ヶ月間、国務総理権限代行を務めた。1960年、カンウ関温度春戦氏生まれ。関陽大学校大学院で、経済学修了後、イギリスのサル・フォード大学で、大学院経済学修了。 1986年に行政高等講師に合格。企画予算どころに入賞し、2006年のロブゲン政権時に大統領秘書の経済政策主席室にて政策補佐官を務め、企画財政部に戻った後もスポークスマン、政策調整局局長など要職を歴任。2015年の僕クネ政権時に再び大統領秘書の経済政策主席室にて、 政策補佐官を務めた。2016年1月に未来創造科学部に転出、第1次官を務め、2017年に国務調整室室長。2018年、文在寅政権で企画財政部長官、経済副首相に就任した。2020年の新型コロナウイルス感染症の大流行に際しては、貧困層に、 災害支援金を支給すべきと主張したものの、結局は与党、共に民主党の主張が通り、全国民に支給された。またお株主に対する株式の譲渡所得税の基準を翌年より10億ウォンから3億ウォンへ引き下げる方針であったが、共に民主党は2年間猶予すべきと主張し、最終的には与党の意見が通った。与党との意見の対立が絶えず、 自らの主張がことごとく知りけられたことから11月3日に文在寅大統領に辞表を提出。文は受理せず移住した。2021年4月16日、定与人首相の辞任に伴い首相権限代行に就任した。同年5月13日に金富県の首相への任命動案が国会で可決されたことともない首相権限代行を退任した。 韓国の2019年1から3月期の国内総生産がマイナスに転落したのを受け、韓国政府は25日、関係閣僚を緊急招集し、コークス期は国内外の環境が当初予想より悪化していると説明した上であらゆる政策を動員し、成長率目標を達成すると語った。コークス期は世界景気の鈍化による輸出の減少と企業による 設備投資の抑制を指摘した。米中貿易戦争やブレグジットなどで世界経済の先行き不安が強まり、景気は下方リスクが拡大し、厳しい状況だと危機感を募らせた。会議で、こうは関係閣僚に対し、企業の投資環境の改善を指示した。地域や機関を限定して、現行法の規制を一時的に停止する。 サンドボックスを年内に100件以上とし、新事業創出を促すという。広氏は政府が景気改善のモメンタムを作るのに全力を作る。民間部門も投資拡大と雇用創出などを通じ、経済活力の向上に力を入れてほしいと企業にも協力を要請した。2020年3月31日、G20 財務担当省。 中央銀行総裁が参加したテレビ会議に参加。新型コロナウイルスの世界的流行に伴う世界的な金融セーフティネット強化のため各国中央銀行間の通貨スワップ拡大を積極的に検討すべきと提言した。元徴用工訴訟をめぐる韓国への事実上の対抗措置となる韓国への半導体材料の 輸出規制で UKL に使うフッカポリイミドなど3品目について個別に審査、許可する方式に切り替え、今下中に安全保障上の友好国であるホワイト国の指定も削除について韓国政府はコークスキが主催する会議で緊急対策を協議した。コークスキは韓国のラジオに出演し、日本政府が韓国向けの輸出管理を厳しくすると発表したことに、 ついて、強制徴用に関する司法判断を経済で報復した措置だと批判。断固として対応すると語った。広氏は、世界貿易機関の協定違反であり、当然、WTO に判断を求めなければならないとも述べた。韓国政府、対応協議イコール午後に立場発表か日本の、対韓輸出規制時,時通信、2019年7月1日、AB。 ネイバー人物検索。2020年11月9日閲覧。ヒロシクスノキモ常住副総理が、辞表提出も、文大統領は受理せず。KBW ワールドラジオ、KBS ワールドラジオ、https コロンスラッシュスラッシュワールド .kbs.co.kr スラッシュサービススラッシュニュースビュー、htm、ラングイコール J& シークエンス。 コードイコール77,3542020年11月4日、閲覧。文大統領、テイヨヒトシ国務総理と、ベン・アキラキン国土交通部長官の辞表を受理イコール、韓国。ワオ、コリア、https、ニュース、ヤフー COJP、アーティクルズ。 A579 アドブフ 922573C5AFB56A9470D7AQF シア82452021年4月18日閲覧新首相に元行政安全省の金富健氏韓国国会が任命同意案を可決連合ニュース https j p y n a c o k r v i e w AJP2K210 兆5130億460万8822021年5月14日、閲覧。日本経済新聞韓国が、緊急閣僚会議経済副首相、あらゆる政策総動員2019年4月25日13時36分、韓国経済副首相、G20 会議で、中央銀行間の通貨スワップ拡大を提案。 中央日報、2020年4月1日閲覧。日本経済新聞韓国への輸出規制を強化。政府発表韓国は対抗措置も2019年7月1日11時30分。日本経済新聞、断固として対応韓国経済副首相、日本へ報復検討2019年7月4日13時30分。ありがとうございます。